皆さんこんにちは、ラレーハンコックです。ご機嫌いかがですか？美しい国ポルトガルからこんにちはって言いたいんです。私の新しい家の一つになりました。この信じられないくらい美しい木々を見てください。母なる地球は私たちに文字通り人生全体を通して貢献してくれています。ある理由で子供からティーンエイジャーになって、私たちはたくさんのことから、地球も含めて私たちの体からも離れることを選びました。3歳の時のことを考えています。彼らは何も考えないでただ楽しんでいます。すべてのことは喜びに満ちていて、彼ら自身になっていて、クスクス笑って、彼らの体のすべての部分を喜びの一部として使っています。何歳かははっきりしませんが、6歳7歳学校が始まる時、彼らの体が成長していくと、たくさん他のことを取り入れていきます。それは他の人たちのものの見方です。あなたのお母さんがそれは不適切だよというものの見方や、お父さんが何か心配していることとか、あなたのお母さんが妊娠が分かった瞬間から、たくさんのことが私たちの体に無理やり押し付けられています。私たちがどうなっていくか、私たちがどんなことをしていくか、そして家系図や家族の遺伝子に基づいて、私たちは大きな胸や小さな胸を持っていくだろう。そういう要素が絡まって私たちは成長して、それらを私たちのものの見方としてきました。コンシャスバギナ、これが皆さんを招待したいクラスの一つです。このコンセプト概念は何年か前に生まれました。ライトボイスフォイのクラスでです。そしてアクセスコンシャスネスのファン、創設者であるギャリー・ダグラスと話して、このクラスを創造しました。コンシャスバギナは、コンシャスペニスとは呼ばれませんが、たくさんのことを含めていきます。私たちの体について、男性、女性、そしてペニスやマギナについても話していきます。あなたが何であっても望むもの、あなたが求めたいものを何でも求めていきます。そのスペースを見ていきます。たくさんの時、人々はセックスやマスターベーションについて話していくんでしょうと言いますが、そうではありません。あなたの全ての部分を、あなたの体の全ての部分、あなたの人生のすべての部分を、側面を含める、その意欲を持つことです。あなたの体を含めることから始めましょう。そしてあなただけではなく、ビジネス、仕事、あなたの会の流れ、あなたの喜びがどんな風に変わるか見ていきましょう。それは分離ではありません。私たちがビーングに、体に、地球とつながっていくと、私たちの体のすべてを、バギナを、黄金のバギナ、黄金のペニスをこの人生で持っていたら、それを含めていたら、素晴らしいことに、私たちはもう私たちから分離する必要はありません。この含めていくことが全く違う世界を想像します。可能性も、そして別々の人がフィードバックをくれます。何回このクラスをとってもフィードバックを送ってくれます。この自信を持つこと、体について、リレーションシップについて、あなたの体の全てを含めます。鼻、まつげ、耳、胸、ペニス、バギナ、それが何だっても、この全てを含めていくと、世界に別の声を話すことを許します。ビジネスを違うように作ることを許します。そしてお金をもっと作ることも、そしてリレーションシップも変わることになったそうです。あるクライアントはこのクラスを受けるたびに、彼女の旦那さんとのセックスライフが良くなっていると報告してくれます。これはただ体と体が触れ合うことだけではなく、ワンネスになること、彼ら自身の体を持っていくことを含みます。これは全く別のスペースに私たちを連れていきます。コンシャスバギナの 1.5 日を行います。イントロクラスやかワンデークラス、どちらにも参加できますよ。イントロクラスっていうのは、イントロに終わったことがありません。質問をしていくことから始めます。私
私が私の体を持つ意欲、バギナ、ペニスを含んでいく、その意欲を持つ、そこを見ていきます。そして1日クラスではあなたの私たちの体を有利に使っていくこと、それを始めていきます。ビジネスの拡大、あなたが望むもの、それが何であってもリレーションシップかもしれません、他のものになり得るかもしれません、そしてあなたの体の健康についてかもしれません。健康にまつわることが湧き上がって、それらをクリアしていくと、あなたを塞いでいたものがクリアされて、あなたの体がそれ自身で癒すことも許していきます。そして皆さんを別の可能性に招待したいんです。あなたの体と一緒に、そしてあなたの世界の体です。私たちが地球や全てのものと起こっていること、その本当の本当のエンボディメントを見ていきます。そして1日のクラスを受けるにはイントロクラスを受けてくださいね。前日にイントロクラスが行われます。まずイントロクラスでお会いしましょう。私たちはクリエーションモードに、想像する状態に持っていくたびに、このファンデーション、基礎を作る必要があります。楽しむことだけではありませんが、楽しむこと、楽しいことも含めていきます。